出た出た。おはようございます。今日はなんか久しぶりに日中5人で集まれるということで、車を借りてなんかしようという、まもなく、最初のメンバーが来るんじゃないかなと。ああ、私の恋は南の。恋してるの？たんだけど。素肌に。ちょうだいとか言わずに撮ることある？いや、心で通じてるから。いやかっこよすぎるだろ。熱いべ、あの格好。ね、おいでやった。しらしらしい。あれ、一人足りないね。なんか一人足りないですね。この前のブチギレドッキリ、俺いなかったから。切れることないから切れてほしいけど、切れないでしょ。いや怒んないですね、なかなか。大二郎と言い合いみたいなしたことある？いや、ないです。ハヤテが一方的に言われてるかもしれない。それもないですね。俺と大二郎全部許し全部許してたっす。俺も外で日向ぼっこしたね。え、多摩川河川敷はダメなの？あ、いいよいいよ。いいのかい？全然悪いでしょ。まあ、本当は浜辺とか行きたかったけど。まあでもそれはちょっと時間あるときじゃない。ネクスタイム。もう俺らが川とかに行った時からもう1年経つってこと。え、あれか、8月ぐらいやん。8月か。あん時もなんか大二郎は遅刻してきたんだよな。まあリップもだけど。バトルに至ってはなんか前の日急にドタキャンしてきやがったし、てかバト君もなんか財布落としたとか言ってる。あの海か、川行った時、待ってる時になんか各々みんななんか今日行けないかもしれない、ね、今起きましたね。ガチ切れそうになって、俺以外全員2時間半遅刻。やばい。ムカついてなんか全部用意してやろうと思って。マジで俺が来た時には全部整ってそう。ビールもキンキンに冷えてた。何したいですか、企画？キャンプ。キャンプ行きたい。マジで今、京都ってマジでキャンプ日和だからね、これ。京都行きたいな。京都にヒッピーの友達いるんで紹介したい。めちゃくちゃいいよ。ロシア出身の、あのトラックメーカーなんですけど。いいね。紹介してほしい。レゲエやっぱ。レゲエじゃないです。あのね、テクノミュージックです。あ、テクノなんだ。おはよう。大二郎。消えた。電気つかねえし。おっちゃん、おい、こいつ。おはよう。もう。じゃあ5秒以内に起き上がってな。はい、5、4、3、2、1。よし、燃やそう。あ、燃やそう。はいはいはい。いいね、このラックの作り。8時半終わったの？8時半まで飲んでたの？早く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 。結構飲んだお前。早く必死だけど、うん、もうそれでいいよ。もうそれでいいよ、行こう。行こう、はい、よし、行こう、はい、もう出るよ。はい、出るよ。あー、かわいい。行こう、行こう。よし、レッツゴー。どこにいるっすか、今。いいから。あの、大二郎、はい、うんこしていい？こんなにあるよ、うんこ。なんでお前貸してくんねえんだよ。お前さ。おい、これで遅れました。綺麗です。本当に。綺麗です。準備マジで遅いし。うるさい。うるさい。
聞いて、うん、なんかトイレ貸してもらえなかったんだけど。え、なんで、なんで、なんで、やばいじゃん、やばいじゃん。トイレ貸してもらえないことある？うん、こいつとしたらなんかさ、お尻からうんこがはみ出していくとか言ってさ、ぶん殴りそう。はみ出していく。え、はみ出していく。だ、大丈夫、大丈夫、一応動画回ってくからね。え、マジかよ、嘘だろ。はみ出していく。ダメだな、殺せ。俺今あれ最高潮に機嫌悪いよ。ケツの穴も全部切れそう。でっかいうんこが出そうって言ったら。うわ、居酒屋食いて。居酒屋食いて。食いて。すごいね。え、僕一個だけ提案あったっすわ。遅いよ。ねえ。遅いわ。いや、キャッチボールありやったな。うわ、ありやった。俺グローブ買った。グローブ買った。マジ？え、グローブ買ったの？あざっすー、やっと、うそー、あざっすー、着いたぞ。あー、なんかいい匂いするな。うわもう行けそうだけどね、俺らからしてみれば。おー、いった！